フラワーナイトガール。いつもみんなのためにお疲れ様。カレーはどうぞ。手汗でぐっそりになってる。ごめんなさい、握りすぎちゃったよ。おお、団長ちゃんじゃないですか。リムちゃんを驚かせるなんて隅に置けないですね。さすがです。騎士団に配属となりました、死生観見習いの沢木京と申します。医術の勉強中なので簡単な治療なら可能ですよ。見てほしいところがあれば遠慮なくおっしゃってくださいね。Thank you.
団長だ。ねえねえ、どこ行ってたの？モケにお話ししてほしいのだぜ。光栄です、団長さん。私アリサブと申します。皆さんの迷惑にならないよう誠心誠意務めさせていただきます。おはちゃん、福シアこと福ちゃん剣山だよ。ん、このレインコートが気になるの？団長センスあるね。じゃあ嬉しくなっちゃう。他のコレクションも見たい？見たいよね。ガザニアです。あなたが団長様ですね。お話はすでに聞いています。以後お見知りおきを。はじめまして、団長。私はフラワーナイト、レインボーローズよ。団長は実験に興味はある？よく実験教室を開いているから、興味があれば覗きに来てね。挨拶終わったら寝てもいい？そう、わかった。私は月とじ。この子の名前はラパン。団長、よろしくだし。じゃあ、私は寝るし。おやすみ。ごきげんよう。フラワーナイトにしてリリーウッドの第六王女。オナモミとは私のことよ。なんか微妙な反応ね。ほらほら、大手を振って歓迎しないと。私の無知がうなりを上げるわ。調教よ調教。ブレティフメットケニストマー君、お出迎えありがとう。マムの名前はピンポンマム。これからよろしくね。マムはいい人に選んでもらえたみたい。団長、ラブユー。マムは一目惚れしちゃいました。はじめまして団長様。僕はウェルウィッチや、俗に魔女と呼ばれる存在だよ。
望むなら君の願いを叶える力になろう。そう、例えばメイドさんだけの国を作るとかね。